ジャニ、8月22日月曜日から8月25日木曜日までのスノーマン出演情報をやっていきます。チャンネル登録もお願いします。まずお知らせです。雑誌明星に掲載されたスノーマン1万字インタビューがなんと創刊70周年記念ということで無料公開されます。期間は8月22日月曜朝10時から9月21日までです。スノーマンの1万字インタビューは2020年から2021年にかけて掲載されたもので、メンバーそれぞれが1万字のロングインタビューに答え、それぞれの生い立ちやデビューまでの観覧シンクなどが綴られています。ちなみにスノーマンだけではなくストーンズやキンプリなど全8グループの1万字インタビューが明星公式ホームページにて無料公開されます。続きましてテレビです。8月22日月曜日19時から22時、TBS アイアム冒険少年3時間スペシャル、向井くんと佐久間くんがスタジオ出演します。レギュラーの目黒くんが療養中の撮影だったようで、佐久間くんが代わりに出演します。二人は芸人さんたちの脱出島をスタジオで見守ります。続きまして、8月22日月曜日、24時から24時30分、テレビ東京カードファイトヴァンガードウィルドレス、佐久間くんがレギュラー声優として出演します。続きまして、8月23日火曜日、8時から9時55分、TBS ラビット。前回は佐久間くんが出演したので、今回は宮舘くんがスタジオ生出演のはずです。続きまして、8月23日火曜日、19時から21時、フジテレビ、今夜は謎トレ2時間スペシャル。阿部くんがレギュラーとしてスタジオ出演します。続きまして、8月23日火曜日、26時7分から26時37分、中京テレビ、長野博士の極めし者。宮舘くんがゲスト出演した回が、東海地方の中京テレビで再放送されます。続きまして、8月24日水曜日、18時から20時、ラウールくんの主演映画が、ワウワウ 4K にて放送されます。続きまして、8月25日木曜日、9時50分から11時25分、フジテレビノンストップ、深澤くんが各週レギュラーとしてスタジオ生出演の予定です。平成のぶしこぶし吉村さんと毎週木曜に交互に出演していますが、先週は吉村さんが出演したので、今週は深澤くんが出演するはずです。続きまして、8月25日木曜日、23時から23時40分、フジテレビトークイーンズ、向井くんがゲストとしてスタジオ出演します。3時のヒロイン福田さんと行ったロケの VTR も放送されます。向井くんおすすめのルイ活をスタジオの女性陣と共に実践するようです。向井くん以外の出演者は、指原莉乃、フワちゃん、伊藤麻子、若月千夏、朝日奈央、村重杏奈、3時のヒロイン、フリーアナウンサー、釧路萌美となっています。続きまして配信です。現在地上波で放送されているナイスフライトのスピンオフドラマ、ナイスコントロールの配信が8月19日金曜日からスタートしました。ナイスコントロールは阿部くんが主演です。定額制動画配信サービステラサで本編放送後に毎週配信されます。現在第1話が配信中です。続きまして8月24日水曜日、いつも通りスノーマン公式 YouTube チャンネルで17時に動画が配信されます。続きましてラジオです。8月25日木曜日21時から21時30分、文化放送スノーマンのスノーマンマ。今回の担当メンバーはラウールくんと向井くんです。珍しく2週連続同じメンバーですね。新アルバムからブンブンライト、TikTok2 の2曲がラジオ初解禁されます。続きまして雑誌です。8月22日月曜日発売、ポポロ10月号、スノーマンが表紙を飾ります。モテオのサマーセクシー関東スペシャルが掲載されます。続きまして、8月22日月曜日発売、明星10月号、スノーマンが掲載されます。まだまだ進化する9人の最新生態図鑑が掲載されます。続きまして、8月24日水曜日発売、月刊テレビガイド10月号、スノーマンの激アツペアショットが掲載されます。加えて、岩本くん主演ミュージカルのリポートも掲載されます。続きまして、8月24日水曜日発売、週刊ザテレビジョン9月2日号、スノーマンの連載スノーライフが掲載されます。今回の担当メンバーは、ラウルくんと向井くんと阿部くんで、テーマは、夏祭りの思い出です。続きまして、8月24日水曜日発売、週刊テレビガイド9月2日号、岩本くん主演ミュージカルのリポートが掲載されます。続きまして、その他出演情報です。岩本くんの主演ミュージカル、キャッチミーイフユーキャンですが、8月22日月曜日は休演日です。続きまして、8月23日火曜日は、夜のみの1公演です。続きまして、8月24日水曜日は、昼と夜の2公演あります。
続きまして8月25日木曜日は夜のみの1公演です。今回の出演情報は以上です。次回は次の木曜日8月25日17時に8月26日金曜日から8月28日日曜日のスノーマン出演情報の動画を上げます。最新のスノーマン出演情報の動画を週2回アップしているので、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。昨日8月最新のスノーマンの私服を調査した動画を出したので、ぜひ見てください。説明欄に動画リンクを貼っておきます。それではありがとうございました。また次の動画も見てください。